はい、えー、どうもこんにちは、えー、みずにゃんです。本日はサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、今ですね、まあ、YouTube 上では、まあ、まこなりバブルと、ま、いうことでですね、 まあその株式会社 DIV、まあ DIV の代表取締役である、マコナリ社長のですね、社内スピーチ動画が流出して、まあそれがですね、波紋を広げていると、まあいうことなんですね。まあまあそれについての動画をですね、まあ投稿すると、まあそれなりのですね、ページビューが見込めると、まあいうことで、まあみんながですね、まあ一斉にマコナリ社長の社内スピーチ流出についてね、 まあその話している、まあわけなんですけれども、まあ僕もですね、やっぱりこう、マコナイ社長、まあいつ取り上げようかな、いつ取り上げようかな、と思っていた矢先にですね、まあこんなことがまああったわけなんですが、まあ株式会社、まあディブについてはですね、まあちょっと応援していた、まあところもあります。まあただですね、まあ今回、まあその5回ぐらいね、僕もね、社内スピーチ動画、まあちょっと見たんですけれども、まあ途中まではですね、まあ良かった。 ただですね、その、ある部分からですね、いや、ちょっとまあ、これはどうなのみたいなことをですね、まあ、その思うような、まあ、内容があったわけなんですが、まあ、その実際ですね、まあ、その株式会社、まあ、ディブさんですね、まあ、そのコロナ禍に、まあ、おいて結構ですね、業績不振が、まあ、目立ったみたいで、で、まあ、それこそ最盛期はですね、まあ、従業員の数が600万人、あ、六百人、六百人いたと、まあ、いうことで、まあ、600人超えればですね、まあ、月の固定費も、半端ない、こう、金額になると、 で、まあ、結局やっぱりこう株式会社、まあ、ディブのですね、まあ、メイン事業っていうのは、まあ、スクールビジネスなわけなんですね。まあ、こうスクールビジネスっていうのは、まあ、それこそま、結構、え、大変なんですよ。でもこうなんかあの軌道に乗れば、すごくま、その収益性も非常にこう高いビジネスモデルなので、まあ、このコロナ禍に、ま、おいてはですね、まあ、結構そのダメージを、ま、受けやすかったのかなっていうふうに、ま、思うんですよ。 で、ま、その辺のですね、ま、リスクヘッジっていうのを、ま、一応ですね、株式会社、ま、ディブさんの方も、あ取っていたみたいなんですけれども、ま、そのこう、リスクヘッジの方が、ま、構想せずと。で、え、バカ高いそのね、ま、人件費、ま、固定費ね、ま、これがちょっと、え、かなりま、あ重しになってしまって、ま、今回そのこう、リストラをせざるを得なくなったと、ま、いうような、え、感じなんだろうなというふうにですね、ま、推察、ま、することができます。 まあ、なんだかんだですね、まあ、去年あたりなんですけれども、まあ、18億円のですね、ま資金調達を行ったと、まあ、いうことなんですね。まあ、これはですね、まあ、投資家に対する、こう、第三者割当増資、プラス、で、あと、まあ、これ金融機関からの、まあ、これ、借入金みたいなんですけれども、まあ、見てみるとね、まあ、18億円、まあ、18億円、まあ、調達できるということは、まあ、それなりのですね、まあ、ビジネスモデルに対する、こう、信用っていうのも、まあ、あったのかなと。 まあ、いうふうに、まあ、思うんですけれども。まあ、ただですね、まあ、コロナ禍において、まあ、結構ですね、ダメージを受けちゃったんだろうなと。まあ、ただですね、まあ、この、社内流出動画を見てるとですね、まあ、ちょっとこれ、どうなのっていう思う部分とかもあるし、で、やっぱりこう、ベンチャーとか、それこそ、スタートアップっていうのは、まあ、管理部門とか、で、あと、こう、広報部門とか、まあ、そういうところがですね、まあ、しっかりしていないところっていうのは非常に、まあ、多いんですよね。で、まあ、広報のプロって、まあ、やっぱりそんなに数多くないし、 で、ま、あその、広報って、まあ、会社の中のそれこそ、まあ、顔みたいな部分もあるんですけれども、ま、あちょっと、えっ、ー、と、株式会社、ま、ディブのね、まあ、その、広報の、えっ、ー、と、対応とか見てたりとかすると、ああ、ちょっとこれはまずいなっていうふうにね。 ま思っちゃうところもあります。で、まあそんな中でですね、まあその社内流出動画の方をですね、まあ YouTube の方に元社員の方がこう上げたと、まあいうことなんですけれども、まあその動画がですね、なんとまあ消されたと。で、まあそれはですね、株式会社ディブがまが著作権侵害の方で、まあ YouTube の運営の方にこう削除申請を申し立てて、削除申請をして、で、まあそれで消されたと、まあいうことなんですけれども、まあそのインターネットっていうのはね、やっぱりまあこういうものっていうのは、 ま、消したらですね、まあ、増えていくっていう法則があって、で、まあ、消したら消したで、まあ、今度はどうなるかっていうか、まあ、あの、ところを変え、こう、品を変えですね、まあ、新たにこう、動画が、まあ、あの、各所に、アップロードされると、まあ、いうことです。 で、まあ、ヒロさん自身もね、なんかその、どっかに、まあなんか、どっかギガファイルみたいなこところにね、なんか、あの、動画アップしたりとか、まあ、それこそですね、えー、その削除されたはずのこう動画をですね、またこう、なんか他の人がですね、YouTube 上にアップしたりとかして、でも本当にいたちごっこみたいな感じにこうなるんじゃないかなと。 で思いますやっぱりこうね、まこない社長側のこう対応として、まあ、あれはこう何をやらないきゃいけないかっていうと、まあ、自分自身で、ま、一回こう出ちゃったものでこう悪い以上、何らかのこう説明っていうのは、やっぱりこう企業のね、そう人間として、ま、求められるんじゃないかなと思います。まあ、特にですね、やっぱりこう、まこない社長のこう、社内スピーチ動画を、ま、見てるとですね、まあ、これ従業員に対するこう、物言いとしては、ちょっとま,あまずいなと思う反面、まあ、それこそま、株主とか、 あーまあ、そういう方々に対しての、まあまあ、なんかメッセージを、まあその従業員に対してまあ言っちゃったよね、みたいな、こう、ところもなんかあるんだろうなと。で、まあそう、やっぱりこう、なんか内心ね、まあその従業員とかにこう対して、まあ今回のこうリスト、リ想 まあ、リストアに関しても、まあ、その、マコナリ社長自身も思うところあると思うんですけれども、まあ、それはですね、やっぱりこう、この中でこう、秘めておくべきことであって、まあ、対外的む、対外向けのこう、メッセージっていうのは、きちんとやっぱりこう、考えなければね、まあ、いけないんじゃないかなって、俺はね、正直ね、思ってる。 まあそういう意味においては、まあ今回のここの社長の社内スピーチ動画っていうのは、まあかなりですね、元従業員の方の怒りを買ってですね、まあ元従業員の方の怒りが爆発して、まああいう形で流出しちゃったんじゃないかなっていうふうに思うし、まあその辺のですね、まあそ情報管理の徹底っていうのは、まあちょっと、まあ IT 系とね、携わる以上は、まあちょっとそこはしっかりしといた方が良かったんじゃないかなって、まあいうふうに思うんですよね。 で、やっぱりこうね、企業が不振業績不振に陥った時に、やっぱりこう、リストアをするっていうのは、まあ、しょうがないわけですよ、それは。やっぱこう、企業っていうのは、それこそあの、会社を、まあ、企業の、ね、社長というのは、まあ、会社をね、守らなきゃいけないわけで、まあ、その、やっぱり、えー、業績不振にこう陥った時に、こう、一番ですね、やっぱこう、企業の、えー、その、経費として、まあ、ネックになるのが、まあ、人件費だったり、 で、固定費まあ、人件費とか固定費の部分だったりとかするんで、まあ、そこをこう削ってですね。こうなんとかこう。またそう。会社の方をですね。まあ立て直してでそこからですね。またこう成長軌道をですね。乗せていくっていうのはやっぱりあると思うしで、ベンチャーってやっぱり働いてたりとかするとこういうことって。まあよくある話。なんで。まあその。 その部分はですね、まあ、ま、こない社長自身も、まあ、しょうがないところもあるんじゃないかなと思って、まあ、ま、こない社長自身をこう批判してる人たちも、まあ、その部分はしょうがないんじゃないかなっていうふうに思ってる反面、まあ、あのこう、社内スピーチ動画は会社をこう去るような、こう、会社を去っていく人たちにこう対しての、まあ、物言いとしては良くないよねっていう、結構モラルの部分について、まあ、言ってたんじゃないかなっていうふうにね、まあ、僕は、えー、さして、まあ、言います。 まあ、ただですね、やっぱりですね、まあ、スクールビジネスって結構大変なところもあるんですけれども、まあ、うまくね、軌道にこう乗れば、それこそ収益性はね、結構、まあ、良かったりとか、まあ、するんだけれども、やっぱりこう、コロナ禍ってどうしてもですね、まあ、そう、人集まりにくかったりとか、まあ、それこそですね、まあ、オンラインビジネスみたいなのが、こう、ものすごいなんか、あの、ね、まあ、増えていってるわけじゃないですか。で、まあ、そう、キラキラ、まあ、ベンチャーというのはね、それこそなんか、あの、中身がこう、伴ってなかったとしても、こう、側面では、 まああの外面はね、まあ、キラキラしてるところをこう見せなければ、まあ、それこそ投資家からこう資金集まらないわけだし、まあ、それこそ、ねえーまあ、人も集まらないっていうところもねあったりとか、まあ、するんですよなんでまこない社長は、まあ、そこら辺の部分においてはね、えー、なんとか YouTube でこうキラキラしたこう自分をね見せて で、まあ、そこで、えー、自分はこう生きてる社長なんだぜっていうことを、えー、対外的にこうアピールして、まあ、なんとかですね、まあ、そこをきっかけに、で、会社をですね、まあ、成長軌道に乗せていこうと、えー、やってたと思うんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、結構ちょっとメッキが剥がれちゃった部分もあるんじゃないかなと思います。 まあそこの部分においてはですね、まあ、本当に、えー、数多あこうなあるベンチャー企業の中で、まあ、これあるよくある話で、まあ、結構キラキラしたベンチャーというのは、まあ、それこそですね、まあ、キラキラしてる部分を見てこう憧れて、まあ、ここの会社に入ったら,入ったら、まあ、すごいなんか自分も成長できるんじゃないかなって。 いうふうに、まあ、思ってですね。まあその入る人とかもいるんですけれども、ただですね、まあそれはね、あんまり良くないよっていうような話だと思うんですよね。まあその部分においては、まあ株式会社こう、ディブのことだけをこう言ってるわけではなくて、もう本当あまたあるこうベンチャーって、まあこれよくある話なんでね。まあ結構ですね、まあ僕が知る限りこうベンチャーって、まあ結構地味なことを、えー、ひたすらこうやっていって、やっていって、やっていってっていう感じなんで、 まあそんなキラキラしたものでもないし、それこそなんか斬新的なこうビジネスっていうのは、まあ、この日本においては、まあ、それこそですね、まあ、生まれにくい土壌なので、まあ、その斬新性あるこうビジネスを、なんかそのね、ベンチャーをやってんじゃないかっていうような、まあ、夢物,物語っていうのも、まあ、日本ではですね、まあ、そんなことないよっていう話になってくると思うんですよね。まあ、そのだからこう株式会社こうディ のまあ、今回のね、まあ、一連のこうなんか流れとかをまあ見てたりとかすると、小、ま、成、あ、社長もね、なんかある意味こう必死だったんだろうなっていうふうに思ってるし、まあ、ただやっぱりこう必死であるが故に、 結局ですね。まあそのなんか中身とのこうギャップっていうのを、ええー、まあその見た人間がいたりとかして、で批判を、まあするわけですよ、そういう人間は。まあそういう部分っていうのはやっぱどうしてもなんか仕方がないんじゃないかなっていうふうに思うし、まあベンチャーっていうのは結局まあそうやってこうキラキラしてるこう側面を見せていって、でまあ投資家からこう資金調達をしていくし、でそうじゃないとやっぱりこうお金が集まらないっていう結構ね、しんどさがありますよねって。まあこれはね本当にねなんかベンチャー界隈っていうのは、まあね、 <あ>の <laughs> 結構、見てくれが重視されてる部分もあってで、まあ、それこそまあまたあるこうなんかベンチャーキャピタルとかも結構、企業価値の算定とかってこう結構適当だったりとかしてるんでまあそうどれだけねあの自分たちをえよりこうコーティングしてでそれをこう投資家向けにこうアピールしていってまあ自分たちのねこう会社はこう将来的にこう,こうやって成長可能性がありますよっていうことをですねまあ説得していくわけですよ、まあ、そうしていけばですねじゃんじゃかじゃんじゃかまあお金が集まっていくというねえ実情もあるし まあなんで、えっ、ー、とね、まあそういうもんですよねっていうような話でございます。まあだからね、こうマコナイ社長の、まあ、株式会社 DIV であったりとか、マコナイ社長の、まあ、今回のですね、まあ、流出動画を見たりとかすると、まあちょっと。 ね、いかがなものかなっていう風に思ってるんですけれども、まあ、この動画においてはね、まあ、別にこうなんか、まあ、このね、社長のことをなんか思いっきりこう批判したいとか、まあ、株式会社をディブっていうのが別に中身がない会社であるとか、すわなしとかをしてるんではなくて、まあ、ベンチャービジネス、これま、トータルの話ですよねっていうことをね、まあ、言っていきたいなと、え、思いました。ということで、まあ、このね、動画を見ていいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、水ズニアでした。